今回はモンゴメリの赤毛のアン後編を朗読します。マシューの素敵なプレゼント。それはマシューにとってつらい10分間でした。ある寒い12月の夕方、マシューが台所に入ってきて重たいブーツを脱ごうとしていると、アンとその友達が数人ペチャクチャ喋りながらやってきました。マシューは慌ててブーツを片手に隅っこへ隠れました。アンたちはクリスマスの夜のコンサートでやる妖精の女王の対話の練習をしていたのでした。帰り支度をしている少女たちをこっそり見ていたマシューは、突然アンが他の少女たちとどこか違うことに気づいたのです。アンは誰よりも生き生きした顔つきをしており、誰よりも目は大きく輝いています。でもどこかが違うのです。その晩、マシューは2時間もパイプをくゆらせて考え続け、やっと答えを得ました。アンの着ているものが他の少女たちと違うのです。そういえば、グリーン・ゲイブルズへ来てから、マリラがアンに着せるものと着たら、飾り気のない地味な服ばかり。一着くらいダイアナの着ているような綺麗なドレスを着せてやってもいいじゃないかと、マシューは思いました。そうだ、2週間後のクリスマスに美しいドレスをプレゼントしてやろう。次の日の夕方、マシューはドレスを買いにカーモディへ出かけて行きました。ところがマシューが最も苦手とする若いピチピチした女店員が出てきたので、気の毒にマシューはすっかりおどおどしてしまいました。結局目指すドレスのことは一言も言えず、入りもしない熊手や黒砂糖を山ほど買って帰ってきました。これはとても自分の手には負えないと考えたマシューは、相談できるただ一人の女性、リンド夫人に頼むことにしました。人のいいリンド夫人は愛想よく引き受けてくれました。アンに服をこしらえてやるんですね。いいですとも。品のいい綺麗な茶色がアンには似合いそうだ。私は裁縫が好きですからね。とも面倒なことありませんよ。うちの姪に合わせて作りますよ。アンと体つきがそっくりですから。ありがたい。よろしく頼みます。それから、この頃は袖の形がだいぶ違うようで。よかったら、新しい形のにしてもらいたいんですがな、とマシューが言いました。膨らます？もちろんですよ。最新流行のにしてあげますよ。それからの2週間、マリラはマシューが何か企んでいるらしいと感じましたが、それを突き止めることができませんでした。でもクリスマスイブにリンド夫人が新しい服を届けに来たとき、やっと謎が解けたのでした。それでこのところ、マシューがニヤニヤしていたわけがわかりましたよ。マシュー、アンは今だって相当なうぬぼれ屋だというのに、ますます見えっ張りになってしまいますよ。まあ、これでアンもやっと満足するでしょうけどね。クリスマスの朝は、素晴らしい銀世界でした。お化けの森のもみの林も、白樺や桜の木立も真っ白で真珠のように輝いています。アンは目をキラキラさせて、外の白い世界を眺めました。メリークリスマス、マリラ。メリークリスマス、マシュ。ホワイトクリスマスで嬉しいわ。グリーンクリスマス。いえ、汚い茶色のクリスマスなんて、素敵じゃないものね。
あらあら、マシュー、これは私に？マシュー。マシューは、マリラをちらりと見ながら、遠慮がちに、例の服を取り出して、アンに渡しました。アンはそれを手に取り、ゆっとりと見つめました。なんて美しいドレスでしょう。つやつやした柔らかい手触りの茶色のドレス。スカートには細かいひだが取ってあり、首にはかわいいレース飾りがついています。でも、最も素敵なのは、長い肘のカフスの上の見事に膨らんだ袖でした。アンや、これがわしのクリスマスプレゼントだよ。おや？どうしたのかね？気に入らないのかね？不意に、アンの目に涙が浮かんだのです。ああ、マシュー。気に入らないわけがあるもんですか。あまり素晴らしすぎて、夢を見ているみたいよ。朝食の後、ダイアナがやってきたので、アンは有頂天で美しいドレスを見せました。すると、ダイアナもアンにプレゼントを持ってきたのでした。ジョセフィンおばさんがあんたにこれを送ってきたのよ。つま先にビーズがついた上靴よ。もうコンサートの時、ルビーのを借りずに済むわね。その夜のコンサートは大成功でした。アンはひときわ目立つスターでした。帰り道、ダイアナが言いました。あんたの暗唱は素晴らしかったわ。特に悲しい方が良かったわよ。それが終わった時、スローンのおばあさんが涙を拭いてるのを見たの。誰かの心を打ったんだと思うと感激したわ。男の子たちの対話も良かったじゃない？ギルバートは素晴らしかったわ。そうそう、あの人ね。あんたが妖精の女王の対話の後、舞台を降りた時、髪からバラの花が一輪落ちたのを拾って、自分のポケットにしまったのよ。どう？ロマンチックじゃない？あの人が何をしようと、私には関係ないわ。アンは肩をすびやかしました。その夜、マシューとマリラはしばらく火のそばに座って話していました。アンはよくやったじゃないかね。わしは自慢に思うよ。と、マシューが言いました。確かに、アンは賢い子ですよ。私も今夜は得意でしたよ。まだ13だっていうのに、すっかり大人びて見えましたね。いずれはクイーン学院へやるのがいいと思いますよ。私の髪を見て。冬が去り、心もウキウキする春が巡ってきました。4月も末のある夕方、マリラは辺りに朗らかな春の気配を感じながら、足取りも軽く家路に向かっていました。家に帰れば、パチパチと音を立てて薪が燃え、テーブルにはお茶の支度ができているのだと思うと、自然に心が弾んできます。ところが、台所に入ると、火の気が全くないばかりか、アンの姿も見えません。マリラはがっかりして、イライラしてきました。どうせまた、ダイアナとどこかをほっつき歩いてるんでしょうよ。火を起こしてお茶を用意しておくように言っておいたのに、後でビシッと叱ってやらねば。マリラは火を起こし、お茶の支度をしながら、ブツブツ言いました。マシューは仕事から帰ってきて、辛抱強く用意ができるのを待っています。マリラ、アンにも何か理由があるのかもしれないよ。早まって叱ってはいけないよ。夕食の支度ができた時には、もうすっかり暗くなっていました。けれども、アンはまだ帰ってきません。マリラはむっつりと皿洗いを済ませ、
ろうそくを取りに、アンの部屋へ上がっていきました。テーブルの上のろうそくに火を灯したとき、マリラは、アンがベッドにうつ伏せになっているのを見つけました。どうしたの、アン？ずっと眠っていたの？じゃあ、気分でも悪いの？アンは、ますます枕の下に潜り込みました。違うわ。お願い、向こうへ行って。私を見ないで。私、絶望のどん底にいるの。アン、一体どうしたって言うんです。さあ、今すぐ起きて理由を言いなさい。アンは、しぶしぶ起き上がりました。私の髪の毛を見て。マリラは、ろうそくを掲げて、アンの髪を見ました。どうしたの、この髪は。なんと緑色じゃないか。そうです。アンの髪の毛は、なんとも言いようのない、奇妙な、汚らしい、緑がかった青銅色で、ところどころに元の赤毛が混じっているので、なおさら不気味に見えます。そう、緑色なの。赤毛ほど嫌なものはないと思ったけど、今は緑の毛の方がずっと嫌だわ。台所へ行きなさい。ここは寒いから、下でちゃんと話を聞かせておくれ。さて、あんたその髪をどうしたの？染めたの。染めたって、髪を染めるなんていけないことだってわからなかったのかい？わかってるわ。それでも、赤毛でなくなる方がマシだと思ったの。いけないことをした分だけいい子になるつもりだったわ。それにしても、私ならもう少しマシな色に染めるけどね、と、マリラが皮肉を言います。私だって、緑色にするつもりはなかったわよ。でも、その男の人が、美しい黒髪になるって言ったものだから。その男の人って、誰だい？今日の午後来た、行商人よ。アン、いつも注意してるじゃないか。行商人を家へ入れちゃいけないって。あら、戸口で話したのよ。その人ね、奥さんと子供たちをドイツから呼び寄せるために一生懸命働いているんですって。私気の毒になったの。たまたま毛染めの瓶が目についたんで50セントで買ったの。綺麗な黒髪に染まるし、洗っても絶対に落ちないって言うんだもの。買ってすぐに毛を染めたのよ。でも、ああ、その結果を見て私、ずっと後悔しているの。あんたのうぬぼれがさせたことなんだからね、と、マリラが厳しく言いました。とにかく、よく洗ってみなさい。アンは、石鹸で必死に髪を洗いましたが、悲しいことに、何の効果もありません。あの行商人は少なくとも、洗って落ちないという点では、嘘をつかなかったのです。ああ、どうしたらいいの？アンは涙に暮れました。みんなに知れたら、きっと馬鹿にされるわ。とても耐えられないわ。上司は嘲笑うでしょうね。それから一週間、アンは一歩も外へ出ず、毎日髪を洗いましたが、髪の毛はガンとして緑色のままです。秘密を知っているのはダイアナ一人でした。ダイアナは決して他言しないと誓いました。とうとう、マリアがきっぱりと言いました。もう諦めなさい。こうなったら髪を切るしかないね。アンの唇は震えましたが、アンは絶望のため息をついて、ハサミを取りに行きました。さあ、早いとこ切ってちょうだい。ああ、つらいわ。小説のヒロインは、熱病やお金を稼ぐために自分の髪を切るけれど、私みたいな理由で切るのは、ちっともロマンチックじゃないわね。泣き泣き髪を切られて、2階へ上がったアンは、鏡を見て、ゾッとしました。マリラは、情け容赦もなく、
徹底的に短く切ってしまったのです。アンはすぐさま鏡を後ろ向きにしました。髪の毛が伸びるまで絶対に見ないけれど、急にまた鏡を元に戻しました。いいえ、ダメ。自分の愚かさを知るために見ることにしよう。毎日どんなにみっともないか見て自分を戒めるわ。次の月曜日、アンの短い髪は学校で大センセーションを引き起こしましたが、誰も理由を探り出せませんでした。意地悪な上司は、まるでかかしね、と悪口を言いました。でも、アンはマリラにこう打ち明けるのでした。私ね、そう言われても黙ってたのよ。それも罰の一つだと思ったから。ダイアナがね、髪の毛が伸びたら黒いビロードのリボンを結んで、片側で蝶結びにしてくれるって言ったの。きっとよく似合って素敵に見えるわよ。白百合姫の災難。もちろんアンが白百合姫になるべきよ。私とてもあそこまで流れていく勇気がないわ、とダイアナが言いました。私もよ、一人でボートに寝て死んだ真似してるなんて怖くて。ルビーが身震いします。ロマンチックなのはわかるけど、私きっとしょっちゅう起き上がって外を見ちゃうと思うわ、と言ったのはジェインです。でも赤毛の白百合姫なんておかしいわよ。やっぱりルビーがなるべきだわ。色白で綺麗な長い金髪なんだもの、とアンが言います。あんたの肌もルビーに負けないくらい綺麗よ。それに髪の毛だって短く切る前に比べたらずっと色が濃くなったわよ。金褐色と言えると思うわ、とダイアナが熱心に言いました。アンは嬉しさにポッと頬を染めました。こうして結局アンが望み通り白百合姫をやることになりました。ある真夏の午後、四人の少女は果樹園の丘の下手の池の岸辺にいました。アンの発案で学校で習ったテニソンの詩を劇にしてやってみようということになったのです。ボートを船着き場から押し出せば、流れに乗って橋をくぐり、池の下手に突き出している岬にぶつかって止まるのが分かっていました。ルビー、あんたがアーサー王、ジェインは王妃ギニビア、ダイアナは騎士ランスロットよ。でも初めは白百合姫の父や兄になって、姫に別れを告げるのよ。アンはボートにダイアナのお母さんの黒いショールを広げて、その上に横たわり、目をつぶって両手を胸の上で組み合わせました。ジェインが古いピアノ掛けをアンの体にかけて、真夏には咲かない白百合の代わりに青いアイリスの花を組み合わせた手に乗せました。さあ、これでいいわ。みんな悲しそうに姫に別れを告げるのよ。こうしてボートは押し出されました。あとの三人はそれが橋の方へ向かったのを見届けるや否や、アーサー王と王妃ギニビアと騎士ランスロットになって下手の岬へ走っていきました。アンの方は初めしばらくはロマンチックな気分を味わっていましたが、とんでもないことが起こったのです。ボートの底に大きな裂け目ができていて、そこから水が漏れてくるのです。大変だ。オールはどこかしら。置いてきちゃったんだわ。アンは小さな悲鳴を上げました。顔が真っ青です。でもたった一つ助かるチャンスがありました。ボートが橋の杭に突き当たったとき、アンはパッとピアノ掛けとショールを肩に羽織って、それに飛びついたのです。そのまま、アンは上へも下へも動けず、それにしがみついていました。ボートは橋の下に来たところで、
ブクブクと沈んでしまいました。先に岬で待っていたルビーとジェインとダイアナは、ボートが目の前で水の底に沈むのを見て、てっきりアンも沈んでしまったのだと思いました。三人とも真っ青になり、それからキャーッとものすごい叫び声を上げて駆け出しました。それから何分か経ちました。三人が走っていくのを見たアンは、誰かが助けに来てくれるのを必死で待っています。ああ、もうダメ、とても捕まっていられない、そう思ったとき、ギルバートがボートで橋の下を通りかかったのです。ギルバートは目を上げてびっくりしました。小さな真っ青な顔が、その大きな灰色の目に軽蔑を込めて自分を見下ろしているではありませんか。アン・シャーリー、そんなところで何してるんだい。ギルバートは急いでボートをこぎ寄せて手を差し伸べました。これを逃してはおしまいです。アンはギルバートの手にすがってボートに乗り移りました。一体どうしたの、アン。オールを取りながらギルバートが尋ねます。私たち白百合姫の劇をやってたの。アンはギルバートの方を見もせずにぶっきらぼうに答えます。でも乗っていたボートに水が漏れてきたから杭に上がっていたのよ。すみませんけど、船着き場へつけてくださらない。ギルバートはアンが降りるときに手を差し出しましたが、アンはそれも無視して岸辺へ飛び移りました。ありがとう、おかげで助かりました。ツンと済ましてそう言うと、アンは行こうとしましたが、ギルバートもすぐに岸辺へ飛び移って引き止めるようにアンの肩に手をかけました。アン、僕たちいい友達になろうよ。君の髪の毛をからかったのは本当にすまなかったと思うよ。でも今はとても綺麗な髪になったね。正直にそう思うよ。ねえアン、友達になってくれないかい。一瞬アンはためらいました。はにかみと熱心さの混じり合ったギルバートの褐色の目を見ているのはとても気持ちのいいものだったからです。急にアンの胸は奇妙にときめきました。けれど突然2年前のあの嫌な思い出がよみがえってきました。憎むべきギルバート、決して許すものか。嫌よ、あんたとは絶対に友達にならないわ、なりたくもないわ、とアンは冷ややかに言い放ちました。そうかい、わかったよ、僕もごめんさ、構うもんか。怒りに頬を紅潮させてギルバートはボートに飛び乗り、ぐいぐい漕いで行ってしまいました。アンは頭を反らせてはいましたが、後悔に似た変な気持ちに気がついていました。違う答えをすればよかったかもしれない。アンはそこに座り込んで泣きたい思いでした。家へ帰る途中でジェインとダイアナが走ってくるのに出会いました。どこへ行っても誰もいなかったので、二人とも気が違ったようになっています。ああ、アン、無事だったのね。私たち、あんたが溺れちゃったと思って。ルビーはヒステリーを起こしちゃったの。どうして助かったの？ダイアナがほっとして泣きながら尋ねました。橋の杭に上がってたら、ギルバートがボートで通りかかって助けてくれたのよ。まあ、なんてロマンチック。もうこれであの人と口を聞くでしょ？とジェインが言うと、アンは激しい勢いで言い返しました。とんでもない、二度とロマンチックだなんて言わないでちょうだい。この事件の顛末を聞いたマリラはうめき声を上げました。いつになったらバカな真似をやめるんだろうね。マリラ、私も失敗するたびに賢くなっていくのよ。今日の失敗はロマンチックになりすぎるな
ていう戒めだと思うわ。それを聞いていたマッシューが後でそっとアンに言いました。アンや、お前のロマンスを捨ててはいけないよ。少しは取っておいておくれ。いいね。クイーン学院目指して。くすんだ11月の黄昏時、グリーンゲイブルズの暖かい台所で、アンは絨毯の上で丸くなって空想にふけっています。マリラはそんなアンを愛情深い目で見つめていましたけれども、いくらアンを愛しく思っていても、マリラの性格としてどうしてもそれを言葉や表情に表せないので、アンの方は時々マリラはなんて気難しい人だろうと思うのです。マリラが急に言い出しました。アン、さっきステイシー先生があんたのことで話をしに見えたんだよ。クイーン学院を受けたい生徒たちを集めて受験クラスを作るおつもりでね、あんたにも入らないかと聞きにいらしたんですよ。クイーン学院へ行って先生になりたいかい？まあ、アンはピンと座り直しました。それこそ私の一生の夢なの。ぜひ先生になりたいわ。でもすごくお金がかかるんじゃない？そんなことは私とマシューがちゃんとするから心配しなくてもいいよ。だから受験クラスに入り、まだ試験まで1年半もあるから急ぐことはないけれどね。ありがとうマリラ、これで人生に目的ができたわ。私ステイシー先生のような立派な先生になりたいの。まもなく受験クラスができました。ギルバート、アン、ルビー、ジェイン、ジョーシー、チャーリー、ムーディーの7人です。ダイアナは両親がクイーン学院へやる気がないためにクラスに入りませんでした。放課後クラスが初めて集まった時、帰っていくダイアナの悲しげな後ろ姿を見て、アンは喉がキュッと詰まり涙がこぼれそうになりました。ギルバートとアンはお互いに激しく競争意識を燃やして頑張りました。あの池のほとりで友情を拒否されて以来、ギルバートはアンを完全に無視しました。アンは気にするものかと強がっていましたが、心の底ではもう一度友情を求められたら全く違った答えをするつもりでした。またギルバートの方も本心はアンと仲直りしたいと思っていたのです。冬が過ぎ、厳しい勉強に疲れた生徒たちが待ちに待った夏休みが来ました。学校から帰ったアンは教科書を全部屋根裏部屋の古いトランクに詰め込んで鍵をかけてしまいました。休み中は教科書を見ないことにしたの。思う存分空想にふけりたいのよ。次の日の午後、リンド夫人がマリラを訪ねてやってきました。木曜日の集まりにマリラが姿を見せなかったので、どうかしたのかと気にしてやってきたのです。マシューが心臓のひどい発作を起こしたもんで行かれなかったんですよ。この頃ちょいちょい発作が起きるようになってね。お医者様は興奮や刺激を避けるようにとおっしゃるんですよ。さあレイチェル、一緒にお茶でもいかが？リンド夫人とマリラが客間でくつろいでいる間に、アンはお茶を入れ、おいしい軽いビスケットを焼きました。帰るとき、リンド夫人はしみじみとマリラに言いました。アンもいい娘になったもんですよ。3年前初めて会ったときはどうなることやらと思ったけれどね。今じゃ本当に綺麗な娘になってきましたよ。でも私はどちらかといえば
ダイアナとかルビーのようなピチピチした血色のいい子が好きですがね。ところが、不思議なことに、アンが一緒にいると、その子たちの方がかえって平凡で、ゴテゴテして見えるんだから。アンは、なんというか、大きな赤い芍薬の脇の白い水仙みたいなんですよ。こうしてアンは、休み中思い切り遊び、すっかり元気を取り戻しました。そして、9月の新学期。また力いっぱい勉強したくなったわ。懐かしい教科書さん、よろしくね。と、アンはほがらかに言いました。でも、冬が近づくにつれ、生徒たちの心に受験の恐怖が忍び込んできました。もし落ちたら。アンはしょっちゅう試験に落ちた夢を見て、惨めな気持ちに苛まれるのでした。けれど、勉強とは別に、討論クラブのコンサートや、パーティー、そり遊び、スケート遊びなど、楽しい冬を過ごしたアンは、ぐんぐん背丈が伸び、とうとう、マリラを追い越してしまいました。体の成長ばかりでなく、精神面にも変化が現れました。ある日、マリラが言いました。アン、この頃、あまりおしゃべりをしなくなったね。どうしたの？アンは、少し顔をあからめて笑いました。わからないけど、あまり喋りたくないのよ。素敵なことを考えて、宝物みたいに心の中にしまっておく方がずっといいような気がするの。さて、学期も終わり、ある月曜日、アンはいよいよ受験のためにシャーロットタウンへ出発しました。苦手の期間もどうにか切り抜けて、金曜日の夕方、アンはアボンリーに帰ってきました。グリーンゲイブルズでダイアナがアンを待ち受けていました。ただいま。家へ帰るのって嬉しいわね。でも、結果が気になるわ。あと2週間もイライラ待つなんて、我慢できそうもないわ。アン、あんたなら絶対受かるわよ。受かっても、成績が悪かったら、いっそ落ちた方がいいわ。アンの言う、その意味は、ギルバートに負けたら、受かっても、嬉しくないということなのだと、ダイアナにはわかりました。でも、アンは、マシューとマリラのために、特に、マシューのために、いい成績で合格したいと願っていたのです。落ち着かない2週間が過ぎると、アンも他の者たちと一緒に、知らせを待って、郵便局の周りをうろつき始めました。ところが、3週間経っても、まだ発表がないので、アンはもうこれ以上耐えられない気持ちになりました。けれど、ある夕方、とうとう知らせが来たのです。アンは開いた窓際に座って、いつものように夢見心地になっていました。もみの林の上の空は、淡いピンク色に染まっており、下の庭から甘い花の匂いが漂ってきます。その時、ダイアナがもみの林を抜け、丸木橋を渡って、坂道を登ってやってくるのが見えました。その手に、新聞がはためいています。アンはとっさに立ち上がりました。受験発表が載っているのです。アンは、凍りついたように立ち尽くしていました。アン、受かったわよ。ダイアナが叫びます。一番よ。あんたとギルバートの二人よ。同点なの。でも、あんたの名前が先よ。ああ、私嬉しい。ダイアナは息を切らせて、テーブルの上に新聞を投げ出すと、アンのベッドに倒れ込みました。アンは手が震えて、マッチを6本も無駄にしてから、やっとランプに火を灯し、新聞をひったくってみました。確かに、合格です。それも、
200人の名前の一番先頭に自分の名前があるのです。アン、よくやったわね。もし私があんただったら、嬉しくて頭がおかしくなっていると思うのに。あんたったら春の夕方みたいに落ち着いているのね。胸の中は嵐よ。言いたいことは山とあるのに、言葉が見つからないの。私、ちょっと畑へ行ってマシューに話してくるわ。アンは干し草を束ねているマシューを見つけました。マシュー、私受かったのよ。一番なの。一番のうちの一人なの。そうか、わしが言ってた通りさね。お前が島中のものを打ち負かすと分かっていたよ。マシューは嬉しそうに発表に見入るのでした。ホテルのコンサート。大きな丸い木がお化けの森の上にかかり、雲一つない美しい黄緑色の夕方です。でも、アンの部屋はブラインドが下ろされ、ランプが灯っています。アンはホワイトサンズホテルのコンサートに出演するため、ダイアナに手伝ってもらって、水黒いの真っ最中でした。歌やバイオリン独奏に混じって、アボンディから選ばれたアンが詩の暗唱をすることになっているの。本当に、白いオーガンディが一番いいと思う？青い花柄のモスリンの方が素敵じゃない？と、アンがダイアナに尋ねます。オーガンディの方が体にふわりとまとわりついて、あんたのスラリとしたスタイルを際立たせるのよ。ダイアナは衣装のセンスが非常にいいという評判です。でも、今、濃いバラ色のドレスを着て、とても綺麗なダイアナは、自分のことはそっちのけで、アンを女王のように美しく見せようと一生懸命です。さあ、これでいいわ。アン、今夜は何を暗唱するの？もう何度も人前で暗唱したから怖くはないわ。乙女の誓いという悲しい詩をやることにしたの。人を泣かせる方が好きだもの。アンコールされたらどうするつもり？まさか、されるもんですか。アンは軽く笑い飛ばしましたが、心の中では密かにそれを望んでいたのです。アンとダイアナは馬車で迎えに来てくれたジェインたちとホテルへ向かいました。ホテルはまさに人と光の洪水で、その賑やかなこと、そのきらびやかなこと。控室に通されたアンは急に自分がいかにも田舎娘に思えて怯えてしまいました。自分の部屋では素晴らしく見えたドレスも、ここにいる人々の贅沢な衣装に比べると、なんともお粗末に見えます。そばの美しい夫人の豪華なダイヤモンドに比べたら、マシューがわざわざ買ってきてくれた真珠のネックレスも、いかにも色あせて見えるのでした。ああ、グリーンゲイブルズへ帰れたら。出演者たちはステージの上に並びました。眩しいライトに、アンは目がクラクラしてしまいました。ピンクの絹のドレスをまとった太った婦人と、白いレースのドレスを着た意地悪そうな背の高い娘にぎゅっと挟まれて座ったアンは、客席で楽しそうに喋っているジェインとダイアナを見て、どんなに羨ましかったことでしょう。たまたまホテルに滞在していた暗唱の専門家が出演してくれることになりました。月光を追ったようなドレスをまとい、朗々とした声で素晴らしい暗唱を聞かせてくれたその夫人に、聴衆は大喝采を浴びせました。その時、アンの名が呼ばれたのです。アンは不意をつかれて、ふらふらと立ち上がり、ステージの正面へ出ました。その真っ青な顔を見て、客席のダイアナとジェインはハラハラして手を握り合いました。アンは完全に上がってしまったのです。膝はガクガクし、胸はドキドキして、今にも倒れそうでした。ところが、
その瞬間、客席の奥の方にギルバートが見えました。ギルバートは心持ち体を前かがみにして微笑んでいます。アンはその微笑みを勝ち誇ったあざけりの笑いと受け取りましたが、本当はそうではありません。ギルバートはただヤシの木を背にしたアンの白いほっそりした姿が綺麗だと思っていただけなのです。アンは深く息を吸い込み、頭をさっと振り上げました。ギルバートの前で絶対に失敗してはならない。恐怖も怯えも消え去りました。アンは澄んだはっきりした声で暗唱を始めましたが、それは今までで最高の出来栄えでした。大喝采を浴びて、頬を染めて戻ってきたアンに、太ったピンクの夫人が言いました。素晴らしかったですよ。私は赤子のように泣かされました。そら、アンコールですよ。早くお行きなさい。私なんかダメですわ。いえ、やっぱり行きます。マシューががっかりしますもの。微笑みながら、落ち着いて気の利いた商品でアンコールに応えたアンに、聴衆はすっかり熱狂してしまいました。アンとダイアナとジェインは、興奮の冷めないまま、白い月光を浴びて家路に向かいました。ダイアナが言いました。アン、私たちの後ろに座っていた人ね、有名な画家らしいんだけど、あの美しい赤い髪の人は誰ですか？あんな顔を描いてみたいんだって言ってたわよ。ねえ、すごいダイヤモンドをしていた人がいたわね。目がくらみそうだったわ。みんな、お金持ちになりたいと思わない？と、ジェインが言いました。いいえ、私はダイヤモンドなんかなくたって構わないわ。自分以外の誰にもなりたくないんですもの。真珠のネックレスをした、グリーンゲイブルズのアンで満足よ。そう、アンは答えるのでした。アンの栄光と夢。それからの3週間、アンはクイーン学院へ出発する支度で大忙しでした。ある晴れた9月の朝、アンはマシューの馬車に乗ってシャーロットタウンへ出発しました。アンとギルバートは一級の教員免許状を取るのに普通2年かかるところを1年で取るコースを選びました。もちろんそのためには人一倍勉強しなくてはなりません。アボンディから来た後の5人は2年コースを取ることにしたので、初めて1年コースのクラスが集まった時、アンは見知らぬ顔ばかりの中でとても寂しい思いを味わいました。もっともただ一人背の高い茶色の髪の少年だけは別でしたけれど、ギルバートも頑張って金のメダルを取るつもりなんだわ。ああ、今まで気づかなかったけれど、あの人なんて素敵な顎をしてるんでしょう。ジェインたちが同じクラスだったらいいのに。ああ、寂しいな。その晩、薄暗い下宿の部屋で一人になったとき、アンの寂しさは一層募ってきました。アンは初めてホームシックにかかったのです。緑深い静かな庭、月光を浴びた果樹園、星いっぱいの広い空。でもここにはそんなものは全くなく、窓の外には電話線が張り巡らされ、見知らぬ顔の人々が通りを歩いています。泣くもんか。泣くなんてバカよ。でも、ああ、もうダメ。涙が止まらない。ちょうどその時、ジョーシーが現れました。意地悪なジョーシーの顔も、この時ばかりは懐かしく感じられました。あんた泣いてたのね。アボンリーの田舎より町の方がずっと面白いのに、泣くことなんかないじゃないの。しばらくして、ジェインとルビーもやってきました。こちらの二人は、アンと同じく、ホームシックで
おしゃべり仲間を探しに来たのでした。ルビーはアンに金のメダルを取るつもりかと尋ねました。アンがパッと顔を赤くしてそのつもりだと答えると上司に言いました。そういえば今度クイーン学院でも A 割奨学金を出すんですってよ。その言葉にアンの心臓は早金のように打ち始めました。もしもその奨学金が得られればレドモンド大学で4年間勉強することができるのです。その夜アンは頬をほてらせてベッドに入りました。大学を卒業して文学士になったらマッシューがどんなに喜ぶかしら。ああ、野心を持つって素敵だわ。野心には終わりがないもの。それが一番素晴らしいことなのね。週末ごとにアボンディへ帰ることによってアンのホームシックも収まりました。学院でも仲良しが二人できました。いつも夢を見ている黒い目のステラ、茶目っ気のある快活なプリシラです。ギルバートは野心にあふれたはつらつとした若者でした。アンは密かにギルバートのような友達と本とか将来のことについて話し合えたらどんなに楽しいだろうと思うのでした。クリスマス休暇の後、アンたちは週末に家へ帰るのを諦めて勉強に打ち込みました。金のメダルを得るのはギルバートかアンかもう一人かになりそうです。エイバリ奨学金の方は6人くらい候補者がいます。アンとギルバートの張り合いはアボンディ時代と変わらず続いていましたが、アンはもうギルバートをやっつけてやろうとしてではなく、良きライバルとして正々堂々と勝負して勝ちたいと思っていました。脇目も振らず勉強しているうちに春が来ました。アボンディではメイフラワーがピンク色のつぼみを覗かせ、森や谷間に緑が燃え始めました。でもシャーロットタウンではクイーン学院の生徒たちは試験のことしか頭にありません。でもとうとうその試験も済み、結果発表の日が来ました。その朝アンとジェインは並んで通りを歩いていました。アンは青ざめてあまり口を聞きません。10分後には誰がメダルを取り誰が奨学金を得るか分かるのですか。私とても自分で発表を見に行く勇気がないわ。お願いジェイン、代わりに見てきて。ダメならダメとはっきり言ってね、とアンが言いました。二人が学院の入り口に着くと、ホールは男子学生でいっぱいで、ギルバートを胴上げして力の限り叫んでいるではありませんか。万歳、ギルバート・ブライス、メダル受賞者万歳。その瞬間、アンは敗北感と絶望感に打ちのめされました。私はギルバートに負けてしまったんだわ。その時で誰かが叫びました。アンシャーリーに万歳参照、エイバリ奨学金の受賞者万歳。たちまちアンは女子学生たちに囲まれて、おめでとうやら笑い声やらでもみくちゃにされてしまいました。その中でアンはジェインに囁きました。マリラとマッシュに早速手紙を書かなくちゃ。卒業式、学院の講堂で行われ、マシューとマリラも出席しました。二人の目と耳は、壇上に立つ一人の女学生に注がれています。薄緑のドレスを着た背の高い女学生。それは、頬を紅潮させ、目を星のように輝かせて、最優秀の論文を読んでいる、アンでした。マリラ、あの子を育ててよかったと思うだろう、とマシューが言います。そう思ったのは今が最初じゃありませんよ、とマリラが答えました。その夜アンはマリラとマシューと共に
アボンディに帰りました。ダイアナがグリーンゲイブルズで3人を迎えました。アンは幸せのため息をつきました。はあ、また我が家に戻れて嬉しいわ。ダイアナ、あんたに会えて本当に嬉しいわ。上司が言ってたわ。あんたは私よりステラの方が好きになっちゃったって。すると、アンは笑って答えました。ステラはこの世であんたの次に好きな友達よ。あんたに話したいことが山とあるわ。でも、今はまず勉強でくたびれた頭を冷やしたいの。まったくよくやったわね、アン。エイバリ奨学金をもらったから先生にはならないんでしょ？ええ。9月にはレドモンド大学へ行くつもりよ。ギルバートは先生になるんですってよ。お父さんがとても大学の学資を出せないからですって。多分、ここの学校を教えることになりそうよ。アンはそれを聞いて、驚くと同時に、なんだかがっかりしてしまいました。ギルバートも当然レドモンド大学へ行くと思っていたからで。良きライバルがいなかったら、大学での勉学も張り合いがなくなってしまうのではないでしょうか。次の朝、アンはマシューの顔色がひどく悪いのに気がつきました。去年と比べて白髪がとても増えています。マシューが外へ出ていくと、アンはマリラに尋ねました。マシューは具合が悪いんじゃない？そうなんだよ。春にひどい心臓の発作を起こしてね。私も心配してるんだけど。マリラもとても疲れているようだわ。しばらく私が家事をするから休んでいてよ。仕事のせいじゃないんだよ。頭痛がひどくてね、目がとても疲れるせいなんだよ。近いうちに眼科の専門医が島に来ると聞いたから、行って見てもらってくるつもりなんだよ。ところで、最近、アベイ銀行のことで何か噂を聞いてないかい？アン。どうも危ないらしいけど、それがどうかしたの？マシューがそれをひどく気にしていてね。うちのお金は全部そこへ入れてあるものだから。アンは久しぶりに外の空気を吸って、鼻いっぱいの初夏の一日を過ごしました。その日のことを、アンは決して忘れませんでした。思い出の日となったからです。夕方、アンはマシューと一緒に恋人の小道を通って牛を家へ連れて帰りました。夕焼けがとても綺麗でした。マシュー、今日はちょっと働きすぎじゃない？もし私が男の子だったら、今頃はだいぶマシューの助けになっているでしょうにね。いや、わしは1ダースの男の子よりお前の方がいいよ。マシューはアンの手を優しく叩きながら言いました。本当だとも。エイバリ奨学金を得たのは男の子じゃなかった。そうとも、女の子だ。わしの娘、わしの自慢の娘だよ。そう言って、マシューははにかんだ笑顔をアンに向けました。その夜、アンはその笑顔をまぶたにしっかり焼き付けて、自分の部屋へ上がっていきました。けれども、その夜が、アンに悲しみが襲いかかる前の、最後の夜だったのです。マシューの死。マシュー、マシュー、どうしたんです？マリラの慌てた叫び声が聞こえます。マシューは新聞を手にして戸口に立っていましたが、その顔が異常に歪んで血の気がありません。マリラの叫び声でアンが飛んできましたが、二人の見ている前でマシューは崩れるように倒れてしまいました。
大変だ。アン、早くマーティンを呼んできて。雇い人のマーティンは、医者を呼びに行く途中でリンド夫人に会いました。リンド夫人は、慌ててグリーンゲイブルズに駆けつけました。そして、マシューの顔を見て、悲しげに首を振りました。マリラ、もう手の尽くしようがないよ。まもなく医者がやってきて、マシューの死は突然で、痛もなく、多分、急激なショックのためだろうと言いました。マシューの持っていた新聞には、アベイ銀行の倒産の記事が載っていたのです。静かな夜が訪れました。客間には、マシューが花にうずまって棺の中に横たわっています。ダイアナがアンを慰めにやってきました。今夜、私もここへ泊まりましょうか。ありがとう、ダイアナ。でも、私一人で静かにしていたいの。まだ本当に信じられないんですもの。あれほど好きだったマシューが死んだというのに、アンは涙が出ないのです。ただ、締め付けるような胸の痛みがあるだけでした。夜中に目を覚ましたアンは、不意にあの日のことを思い出しました。マシューの声が耳に響いてきました。わしの娘、わしの自慢の娘だよ。途端にどっと涙が溢れ出ました。アンの泣き声を聞きつけてマリラがやってきました。アンはすすり泣きながら言います。泣かせてマリラ、ここに一緒にいて、私を抱いていて。ダイアナが止まってくれると言ったけど、これは私たち二人の悲しみですものね。ああマリラ、これからどうしたらいいの。二人で力を合わせていこうね。アン、私はこれまであんたに辛く当たってきたかもしれないけれど、本当はマシューに負けないくらいあんたを愛していたんだよ。今こそそれをはっきり言えるよ。二日後、マシューの棺は懐かしいグリーンゲイブルズを後にしました。アンは大切なものが失われた思いをひしひしと感じながらも、モミの林の向こうから日が昇ってくるときにはそれを美しいと思い、ダイアナが来ておしゃべりすれば笑ったりする自分を恥ずかしく罪深く思うのでした。アンは尊敬するアラン夫人にそっと打ち明けました。マシューが亡くなったというのに、素晴らしいものには前と同じように喜びを感じるなんて、マシューに対して悪いような気がするんです。マシューはあなたが笑うのを聞いたり、美しいものに喜びを感じるのを嬉しく思っていらしたわね。だから天国へ召された後もあなたが幸せでいるのを知ってきっと喜んでいらっしゃると思いますよ。アラン夫人は優しく言うのでした。さっきマシューのお墓に白いスコットランドのバラを植えてきたんです。マシューの好きなバラなんです。あら、私もう帰らなくては。夕方になるとマリラがとても寂しがるんです。あなたが大学へ行ってしまったら、なお一層寂しくなってしまうでしょうね。家へ帰るとマリラが玄関の階段に座っていたので、アンも並んで腰を下ろしました。マリラが言いました。さっき
スペンサー先生が見えてね。明日眼科の専門医が来るから、ぜひ目を見てもらうようにとおっしゃったんだよ。だから見てもらって合うメガネをこしらえてもらおうと思ってるんだよ。私が留守の間寂しくないかい？大丈夫。ダイアナに来てもらうことにするわ。もう痛み止め薬入りのケーキなんか焼かないから安心していてね。マリラはプッと吹き出しました。あんたはいつも失敗ばかりやらかしてたものね。髪を緑色に染めたの覚えているかい？ええ、忘れられるもんですか。髪とそばかすは私の悩みの種だったんですもの。でも今じゃそばかすもほとんど消えてしまったし、髪も金褐色だってみんなが言ってくれるのよ。上司を除いてはね。上司は先生になるの？いいえ、クイーン学院へ戻るのよ。でもジェインとルビーは教えるつもりなの。ギルバートも教えるつもりかね？そうよ、とアンはそっけなく答えます。なんていい若者になったんだろうね。日曜日に教会で見かけたんだけど、背が高くて男らしくなって、同じ頃の父親そっくりだ。ジョン・ブライスもいい男だったからね。みんなジョンを私の恋人だなんて言ったものだよ。たちまち興味をそそられてアンは目を上げました。まあ、そしてどうしたの？なぜ？喧嘩をしてね。ジョンが謝ったのに私が頑固で許さなかったんだよ。それっきりさ。後で後悔したけれど、もう後の祭りだったわけだよ。じゃあマリラにもロマンスがあったわけなのね。アンがそっとつぶやきました。誓い合った友情。次の日、町へ行ったマリラは夕方戻ってきました。アンが外から帰ってくると、マリラががっくりした様子で台所のテーブルに肘をついて頭を押さえています。疲れたの、マリラ？お医者様に見ていただいてどうだったの？とアンが尋ねました。それがね、今後読書も裁縫も、目が疲れることは一切やめて、泣くこともだよ。新しいメガネをかければこれ以上悪くならないだろうし、頭痛もなくなるだろうって。でももしそれを守らなかったら、6ヶ月で目が見えなくなると言うんだよ。アン、目が見えなくなるなんて。一瞬アンは口が聞けませんでした。マリラが苦々しく言います。読書も裁縫もいけないとしたら、私は目が見えないのと同じじゃないか。それにあんたが大学へ行ってしまったら、寂しくてきっと泣けてくるだろうし。アンはマリラに早く寝るように勧め、自分も部屋へ上がって暗い窓辺に座りました。心は鉛のように重く、涙が溢れてきます。クイーン学院から帰ってきた時には、世界中が夢と希望に輝いていたのに、何もかもがすっかり変わってしまったのです。数日経ったある日の午後、庭で誰かと話していたマリラが足取りも重く家に入ってきました。その目に涙が浮かんでいるのを見て、アンはびっくりしました。さっきの人、何の用で来たの？私がこの家を売ると聞いて、買いたいと言ってきたんだ。売るですって？まさか、グリーン・ゲイブルズを売るつもりじゃないでしょうね。でもね、アン、他に仕方がないんだよ。うちのお金は全部、
あの倒産した銀行に入っていたんだからね。ここを売ってレイチェルと一緒に暮らそうと思うんだよ。マリラはそれ以上続けられず泣き出してしまいました。グリーンゲイブルズを売ってはいけないわと、アンがきっぱり言います。だってあんたがいなくなったら寂しくてとてもここに一人ではいられないよ。いいえ、私はいるわよ。レドモンド大学へは行かないことにしたんですもの。なんだって？どういうことなの？つまり奨学金をもらわないってことよ。私、マリラが町から帰ってきた日にそう決心したの。私先生になるわ。このアボンリーの学校なら都合がいいけれど、もうギルバートに決まっているからカーモディの学校になると思うわ。でも暖かい季節なら家から馬で通えるしね。マリラは夢の中にいる気分でアンの話を聞いていました。もちろんあんたがいてくれたらどんなに心強いか知れないけれど、私のためにあんたの野心を犠牲にすると思うと。そんなことないわよ。アンは朗らかに笑いました。このグリーンゲイブルズを守ることの方がずっと大切だわ。それに私は家で大学の勉強をするつもりよ。私は野心に燃えた16歳半の娘よ。こうと決めたら実行するわ。大した娘だよ。私にも新しい力が湧いてきたような気がするよ。アンが大学へ行くのをやめて先生になるという噂が広まると、マリラの目のことを知らない人々はバカなことをするものだと思いました。でもアラン夫人やリンド夫人はアンの気持ちをよく分かってくれました。あるかぐわしい夏の夕方、リンド夫人はアンとマリラが玄関の階段に並んで座っているのを見つけました。アンが言いました。リンドのおばさん、私がカーモディの学校を教えるのを知っているでしょ。おや、アボンリーの学校はあんたを採用することに決めたと思ってましたがね。え？だってギルバートが教えることになっているんじゃないの？最初はギルバートに決めていたんだけど、ギルバートはあんたがアボンリーの学校を望んでいると聞いて、自分はホワイトサンズで教えることにしたんですよ。あんたがマリラと一緒に暮らしたがっているのを知っているからね。なんだか申し訳ない気がするわ。私のためにそんなにまでしてもらってと、アンがつぶやきました。次の日の夕方、アンはマシューの墓に花を備えに行きました。輝きの湖へ下っている長い坂を降りて家へ帰る頃にはもう日が暮れていました。アボンリーは夢見心地の薄明かりに包まれています。クローバーのいい匂いがします。向こうに紫色に霞んだ海が見えました。あまりの美しさに、アンの心は喜びに震えました。なんて綺麗なんでしょう。生きているのが嬉しくなるわ。丘を中ほどまで下ると、背の高い若者が口笛を吹きながら、ブライス家の門から出てきました。ギルバートです。アンの姿を見ると口笛をやめ、丁寧に帽子を取って挨拶しました。アンは立ち止まって手を差し出しました。ギルバート、私のために学校を譲ってくださってありがとうございました。どんなに感謝しているか分かっていただきたいの。アンは頬を真っ赤に染めていました。ギルバートはアンの手をしっかり握りました。君のために少しでも役立てて嬉しいよ。これからはいい友達になりそうだね。僕の昔の過ちを許してくれる？
アンは笑って手を引っ込めようとしましたが、そのままになっていました。あの池で助けていただいた時から許していたわ。私ってなんて頑固だったんでしょ。あれ以来ずっと後悔していたの。僕らはいい友達になれるように生まれついているんだと嬉しそうにギルバートが言います。それなのに君が長いことその運命に逆らうんだもの。これからも君は勉強を続けるつもりだろ。僕も同じさ。さあ一緒に行こう。家まで送っていくよ。アンが台所へ入っていくとマリラが尋ねました。今一緒に帰ってきた人は誰？ギルバートよ。バリーさんの丘で会ったの。そう答えるとアンは顔が赤くなるのが分かってドギマにしました。あんたがギルバートとそんなに仲良しだとは知らなかったよ。30分も立ち話してたんだものね。私たち今までライバル同士だったの。でもこれからいい友達になろうと決めたのよ。本当に30分も話してた？ほんの数分にしか思えなかったけど。だってこの5年間の埋め合わせをしなくちゃならなかったんですもん。その夜、アンは満足感に浸って長いこと窓辺に座っていました。風が桜の枝を優しく揺すり、ハッカの香りがツンと匂ってきます。そしてモミの林の上では、星がアンの輝く未来を約束するかのようにキラキラと瞬いていました。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。